ここ見てください。昨日買いましたね。これで水の調節できるようになってるんですよね。で抜くときはこれを全部外してあげると。そうすると抜けます。え、田植えするときって水完全に払っちゃう？払うって聞きましたよ。もう抜いてからまた。そうですね。そうみたいですね。今年はご近所の方がいろんな苗を持ってきてくださいました。それでこれですね、師匠からいただいた苗で、こちらはミルキークイーンです。でこちらはキヌヒカリです。でもう一つの第二田んぼにコシヒカリがあります。第二田んぼあるんですか？そうです。こんなに狭い田んぼなのに苗が十何箱もあります。さあどうしようという感じです。でこれは師匠は、一応自然農ということで、農薬を使わずにどぶろくで消毒をしたもみを使ってるということです。どぶろくで、はい、お酒で。なんか自然農の人ってよくお湯で60度ぐらいのお湯で消毒するっていうんですけど、でもそう、彼はどぶろくでやったって言ってました。ありがとうございます。まっすぐ引っ張って。いや、どの辺でほら尺がついてんだから、リボンとリボンが30センチだからさ。おーい、巻いて。そしたら一応雰囲気はこれで。雰囲気はこれで。じゃあそうしましょう。そうしよう。そうまで決めてきたんですね。もうね、盛り上げようと思ってた。師匠の部屋の。引っ張っていいよ、引っ張って、巻いて巻いて。これ30以上ありそうな気がするけど、まあ、あ、待って、この辺か。はい、行きます。うわっ。こう入ればいいかね。この辺の
ここと同じ場所に植えればいいんだよね。なんかリボン全然変だけどいいよ。適当に合わせて。だいぶが笑ってますね。お前ら何やってんだって。つけるのがあるんだよね。こうやってあの、なんていうの、熊手みたいになったやつ。なんでか、あれだろ、この辺だろ。そう。よいしょ。ちゃんとそう。たぶん私、もう二度と田植えしないと思うから。もうゴリゴリ。よくわかったね。無理ない程度に、あのね、あそこね、10年、常の人なんで、結構詳しいです。粗食上だやっぱり、やっぱ気になりますかそうですね笹餅を作らなし。笹餅、うん、玉入れが一番私、そうで、普通のお餅でいいんですか、中は。普通のお餅。じゃあ、笹を。それが、あの、食べ終わると、あ、何？それで栄養をつけるっていうことかな。昔はでもやってたんでしょうね。あ、昔は全部やった上で。すごいですよね、それを考えると。だから、自分のうちのやったり、人のうち行ったり、みんなでね、助け合ってって感じですよね。すごい。他の人って書いて、東堂、うん。ね。で、その手伝いなんですね。あの、田んぼとか。オレンジの子。すごい田んぼになった。どうですか、もうじき終わっちゃいますけど。ああ、楽しいです本当に本当に心の底からそう思います。無事終わりましたね。そうですね、あの手伝いが来てくれてよかったです。やってみてどうでしたか。いや、楽しいですね。夢に今まで見た田んぼですね本当か入らない。流れてくのでも、で、高低差、そうそう、で、ここをこうやってやるとあー、ちゃんと流れてますね。でもっと水を出したければ、うん、すごいね。でも長くて下の人に行きます。よし、どう思う。で、山の水は冷たいので、ここに水路をずっと掘ってあげて、この水路を通っている間に水がぬるくなって田んぼに入るようになってます。吉賀さんというあの今年の師匠ですけれどもに、あの教えていただきました。で、吉賀さんという師匠はそのまた師匠がいるらしくて、80歳ぐらい の、 あのご近所の方にあの昔ながらのやり方を教えてもらったそうです。はい。これ青豆です。あぜで育てるといいということでもらいました。